こんばんはって。今日は夕方に大きな地震がありました。今は夜の12時前です。うちはみんな元気にしてます。無事ですね。あとも地震があった時はちょっと遠くの病院で仕事をしていたので、すぐ帰ってくることができずに、で帰りも高速道路が通行止めになってしまっていたので、下道で、しかもみんなすごい車だったので、帰ってきたのが10時ぐらいになってしまいました。多分2人とも大きい地震経験したのは初めてだったので、すごく怖かったかなとは思うんですけど、なんか怪我とかもなくね、ルイ君大丈夫だったんだよね。よかったよかった。ルイ君も眠いね。それどころじゃないって俺はね。俺はそれどころじゃないよって。よかったね。なんか窓ガラスが割れてるかなとかいろいろ心配でしたが、大丈夫だったね。ペットカメラとかも倒れちゃってて、もう見ることができなかったので、どんな感じかなってすごい気になったので、まず帰ってきて2人が無事で安心しましたね。そして YouTube の見てくれてる人もたくさん心配のコメントをくれていたのを見て、レイ君嬉しかったよね。とても嬉しかった。ありがとうってね。レイもよかったね。ね、結構大変だったのは、帰ってきたら調味料とかが倒れてて、その中でもごま油が大量に入ったごま油がリンゴと、リンゴと倒れていて、もう帰ってきたら家中ごま油でした、匂いがこの匂いは多分しばらく消えなさそうなぐらいすごいけど、まあそれはいいです。2人が無傷です。うん、よかったね。ありがとうってもいいかい。でも12時になるので今日は寝て、まあ、ただなんか余震とかも怖いので、できるだけしっかり準備をして寝ようと思いますね。レイ君もおやすみ。あとももう今日はお兄ちゃん頑張ったからね、おやすみなさいって。はい、皆さんも気をつけてくださいってね。地震来るかもしれないからね。ふいふいふい。